石川県小松市の曳山祭り、おたび祭り、地域の子供たちが演じる曳山子供歌舞伎が有名です。毎年5月13日から15日まで開かれ、14日には全ての山が一堂に会する曳揃えがあります。22年の曳揃えには市内に8基現存する曳山のうち5基が参加。当番町の八日市町寺町が子供歌舞伎を披露しました。八日市町の演目は絵本太閤記10段目尼崎観挙の場です。武智光秀が母さつきと子十次郎を同時に失った悲しみを描いたもので、討ち死にを覚悟しながらも出陣する十次郎と言い名付け初菊とのやり取りも見どころです。寺町は男の花道を演じます。名車歌舞原石と歌舞伎役者の女方加賀谷歌右衛門を主人公とした作品で、目の病を持つ歌右衛門は原石の手術により失明の危機を免れます。その4年後、原石はお殿様の座敷に招かれ、殿の前で踊るか歌右衛門を呼び寄せなければ首を切るとの無理難題を吹きかけられることに。歌右衛門は上演中の舞台を捨てて駆けつけ、過去の恩に報います。御前歌右衛門が参りましたぞ。ご視聴ありがとうございました。